旧庁舎。手前は、いわゆる朝鮮人やんふとされるブロンズ像。在大韓民国日本国大使館とは、大韓民国ソウル特別市に在所する日本国大使館である。在朝鮮日本公使館2012年、在韓日本大使館の建て替えが計画された。日韓関係の進化に伴い業務が増えて狭となり、また建物の老朽化も進んだため、地下3階。 地上6階建て大使館への建て替え計画であった。文化財である慶福宮に近接していることから、敷地は文化財保護法の適用範囲内にあり、同法の高さ制限に抵触するとして、文化財庁文化財委員会が反対した。これに対し日本政府法、大使館は高層ビルに囲まれており、京福宮との間には、今回の建築計画よりも高い十七階建てのビルもある。 警官への影響はないと反論したが、韓国側は長らく建設許可を認めなかった。2013年、東京の韓国大使館の新築計画が浮上。在韓日本大使館の建築を認めず、東京の韓国大使館の新築に取り掛かれば、日韓の新たな火種になりかねず、韓国外交部が再検討を促し、文化財庁は取り壊し後に発掘調査を行う、条件で承諾した。 そして発掘調査で朝鮮時代と推定される遺物が発見されたものの歴史的な価値は認められず工事は可能となったが日本政府は工事に着手しなかった日本政府と外務省は着工しない理由を明らかにしていないが大使館前に設置されたいわゆるヤン婦像が影響していると言われている着工しないまま4年近くが経過し日本大使館側が 着工延長申請をしなかったことから、韓国ソウルの金軸は2019年3月、在韓日本大使館に新築ビルの建築許可の取り消しを通知した。2017年1月9日まで長峰安政が特命全権大使を務めていたが、慰安婦問題日韓合意に基づいて、直ちに撤去されるべき従軍慰安婦像を、 韓国当局が日本側からのヤンフゾー撤去の申し入れに応じないという重大な合意違反に対する抗議として、長峰大使はソウル市内の金浦国際空港で記者団にヤンフゾー設置について極めて遺憾だと述べた上で、不認知の韓国から引き上げた。その後、長峰大使の再赴任と公認者の任命のいずれも行われず、 中間日本大使の不在期間としては歴代最高記録を更新し続けていたが12週間ほど置いた4月4日北朝鮮によるミサイル発射や朴ク,クネ前大統領の罷免などの情勢急変を受けた日本国政府の判断により長峰大使が起任した。ありがとうございます。